じゃあ、最後にスケってつく男、大体イケメン坊主が陽介かっこいい。どうするけど三浦大輔ジャスティン、やる気いきなり。いや久々にね、ホストならではの企画があるんですよ。出た。まあ、ホストといえば何ですか。お酒。そう、女ですか。女。そう、お金。そう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 、はい。まあ、いろんな女の人と喋ってるって共通点が喋ってます。そうですね。あると思うんですけど、はい。まあ、題します。題して、題した、題したよ。名前だけでその人の人格が分かる人名占い。いや、占い。まあ例えばですね、今言いましたよね、はい、スケがつく人は大体かっこいいとかありましたよね、はい、で今確かに、まあ、窪塚とか言いましたけど、まあ、これ女の子バージョン、まあ、男でもいいんですけど、例えば拓也ってもうかっこいいイメージない？ない。え、そんな感じでね、例えばホストでも女の子ってやっぱ女名前かぶる人いっぱいいると思うんですよ、うん、ちなみに僕の携帯の中に入ってるナンバーワンの名前の人はリンさんです。へー、女の子で。はい、そうです、はい。まあ、リサといえばどんな人かとかいう話をね、分析できるんじゃないかと。分析、いや、できる、できる、できるな。できる。そうそう、できる。じゃあさ、とりあえずさ、一番男も女もさ、多い名前をさ、ベースとしようぜ。します。いや、別に自分らが知ってる名前でもいいと思うけど、まあ、ランキングでもいいね。そうすると、でもさ、知り合い連想しちゃう。はい、いい、いい。キマイ、ズイや。キマイ。これだったら、俺らが出してないよ。まあ、ちなみに、周平はかっこいいイメージあるね。いや、あいつだって周平だから。いやいや、それいや、それイメージでいいのってイメージ、まあまあまあ、それを言ってんだから。周平ってどんなイメージある？なで方じゃない。周平、それはもう小川だよ。周平、うん、ちょ、かっこいいイメージない？なんか、高校生から急にヤンキーになるみたいな。あー、でももうそういうことを話していきたいから。でしょ。それを女の子で話していきたいでしょ。一番多分、最近の若者って20代前半じゃん、はいはい、だから1990年の一番多い名前を出します。確かに確かに、それいいですね。いきます。はい、女の子第10位からね。そうね、愛、あや、あおい、いっぱいおる。どれにする？愛からでいいんだ。愛のイメージか。あ、あるわ。キャニュー、キャニュー。パパ活してる。キャニュー、パパ活してる。背小さい。小さい。愛はこれ来た。愛は小さい。はい、愛は小さい。決まりました。あや、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 酒強いだ。酒は強い。あやは手段が多いよ。酒が強い。髪結びがちやね、あや。いや、それはちょっと、いやいや、もう合わせて。青い。青いか。青い育ちいいよ。ピアノしてる。青いピアノしてる。貧相な人生送ってない。あー、だよね。育ちいいよね。じゃあ育ちいいで、決定です。第8位ミク。ミク、ミク、ミクは絶対駆け飛ぶわ。ちょっとね、絶対駆け飛ぶ。悩みがち。悩みがち。飛ばれたことないよ、別にないけど。イメージ、うん、ミクは結構その、でも確かにミク悩みがち分かるから。ちょっとメンタル弱い、うんうん、メンヘラ感じはする、ね、分かるかもしれない。じゃあミクはメンヘラで。ミク超偏見だからね、みんな怒んないでね、その名前の人。偏見だから。偏見でね。いきます。はい、第7位、6位、5位、4位が、はい、この4人の名前です。はい、あやか、あやか、ゆうか、ゆうか、かえで、かえで、もえ、もえ。え、どれから行くの？じゃああやかから行きましょう。あやかか、あやか、あやか、あやかもいるけど、ちっちゃいイメージあるわ、俺は。いや、あやかね。俺はどっちかっていうと綺麗な感じ、背が高い。あー、背が高い。ごめんけど、あやかに関してはちょっと昭和じゃない？あー、いや、てか、めっちゃあやか多いけど、なんかバラバラ、うん、ね、なんか、あやか、わかった、個性が強いにしとこうじゃね。個性が強い。だってバラバラなんだから。そうです。あやかですね。次、優香。100% 巨乳だよ。そうなの？わかんない。どうかな。長くない？長い。長い。長い、サラサラで巨乳だ。もちもちしてるイメージはある。あー、でしょ？もちもちしてるイメージ。もう名前が巨乳じゃないの？優香は髪長くてムチムチしてる巨乳。いや。でもさ、これね、ちょっと余談挟みますけど、A 型几帳面。あ、O 型大雑把、 B 型は何だっけ、自己中だよ、ね、あれを知ってるからみんなそういう風に性格になるらしいんですよ。あ、らしいね。そう、だから今さ、これ言って知ってるやん、そうなるから。あー、そう、あー、なるほど。だから、思い込みないよ。ゆうかちゃん、だから、胸が小さいゆうかちゃん、おっきくなる。マジ思い込みが大事だ、ね、プラシーボ効果。性格の話なんでね、見た目は置いといて。次いきますよ。
同率です、はい、カエデちゃん。カエデか、ちょっとね、男まさに。あ、男まさにだな。カエデちゃんね、口悪いよ、多分。あ、カエデは口悪いよ、わかんねえけど。なんか男まさにでちょっと、なんだよお前とか言う。カエデは口悪そうだよ。カエデちゃん、どっちの名前でもいけるよ、男でも女でも。あー、だけ多分、そうなる。じゃあ気が強いってことですか。カエデちゃん気が強い。カエデは気が強いですかね。萌えちゃん。あー、萌えはもうなんかね、ふわっとした服、ふわっとした服着てるイメージ。あの萌えちゃんとか、萌えちゃんはもう、あーあーあー、萌えは絶対萌えよ。好きな色ピンクね。ピンク、薄ピンク。次いきますよ、はい、ベスト3。あ、こっからですよ、こっからよ。結局ですよ、ナナミ。ナナミはもう あれでしょ、キャリアウーマン。めちゃくちゃイメージある。ナナミキャリアウーマンっぽい。どういうイメージ？プライド高そう。プライド高そう。あ、プライド高いっていうか、まあ自分を持ってるね。はい、しっかり自分を持ってる。プライド高いで、ナナミはプライド高いで決定でいきましょう。いいね。はい、第2位、第2位、はい、これはもう全員多分知り合いにいるわ。ミサキ。分かった、はい、もうすぐ出ました。エロいわ。エロい、エロい。分かっちゃうね。さあ、確かになんで分かっちゃうの。なんかエロいな。なんかエロい。しかも、なんかザエロい感じじゃなくて、隠れエロいじゃない。エロそうそう。いや、ザもいる、ザもいる。実は隠しきれてないエロもいる。大事。はい、これ大事だわ。いっぱいいるってことでしょ。アスカ。あー、アスカは、アスカか。アスカ、まあ、アスカちょいちょいでいるんですけど、あんまりこう来てるイメージないですね、14年間で。だから、でも1位よ、平成9年まで決めましょう、これでいきましょう。男嫌い。あー、逆にね、ポストに来ないっていう。アスカはもう、逆に一途だったりするかもね。アスカ、エグザイル好きな人。エグザイルに好きにしよう、じゃあ。え、じゃあ何年生まれだっけ。僕は1988年。まあ、1988年いきます。はい、第11位。11位、はい、うん、11位からいくの。そう、ゆうこ。あ、ゆうこも簡単だよね、DV。 ね、ゆうこは DV。 おや。じゃあちなみに、あけみってどういうイメージなんじゃ。君は、献身的、すごく。夏希は、俺の夏希はね、めっちゃいい子のイメージ。でしょ、めっちゃいい。夏希めっちゃいい子。よく食べそう。分からんけど、よく食べる。夏希よく食べるいい子だな。俺のお母さんや。じゃあお前のお母さん置いといて、夏希、俺の知ってる夏希はめっちゃいい子よ。でしょ。第10位、香り。なんか束縛されてるイメージあるわ、香りは。あー、香りってこう悪くないよね。そうそう、香りは悪くない。香りは悪くない。香りは悪くない。見る目が。香りは見る目が。なんかめっちゃ分かるわ。9位、めぐみ。めぐみ。あー、めぐみ。これはもう、ホーマンボディ。そうでした。そうだよ、すごいな。そうやな。よ、第8位、はい、マナミ。だって帰宅部。マナミは帰宅部。マナミは帰宅部だよ。私立行ってそう。マナミ私立は行ってそう。マナミ私立は行ってそう。絶対じゃん。マナミは私立。マナミ。第7位、アサミ。アサミ。アサミなんてめっちゃ口は悪いよね。アサミは、アサミなんか、アサミ身長高い。高い高い。アサミなんか悪いよ。アサミズボラ。アサミは悪い女やろ。アサミは悪い女で、ね、じゃあ。はい、第6位、マイちゃん。マイはもう可愛いイメージ。マイちゃんは分かる。今まで会ったマイ結構みんな可愛い。マイは、うん、マジで、うん、マイが可愛いわ。第5位、サオリ。癖強いよ。いや、サオリは癖強い。サオリは絶対癖強い。サオリは気難しいっすよ。なんか、ね、あのね、好きな人としか喋んなそう。あと俺らみたいな感じの人嫌い。なんか、ツンツン、めっちゃツンツンツン。あ、そう、嫌い。第3位、ミホ。ミホちょっと振り幅でかいな。ミホでもそう、確かに太っちゃもいるし、ガキもいるし、振り幅でかい。じゃあミホは結構オールラウンダーで。じゃあミホは結構いるで。で、第2位がアヤで、第1位アイなんで。ああ、面白かったね。あ、じゃあ、じゃあちょっとめっちゃ前の一緒くださいどんぐらいがいい。まあ、1900結構50年でいきましょう。50年、1950年の第1位の60歳ぐらい。そうそうそう、俺らの60歳のイメージ。もう全部コーンつき始めた。ちょっと待って。ちょっと待って。すげえ、全部こだ。マスミとか、いや、こって。じゃあ、いきます。1950年、俺らのお母さん世代ってこと。お母さん世代ですね。うん、まあ、おばあちゃん世代ですね。なんだと思う？1位。ちょっと考えて。こです、こ。絶対こね。しょ、それは、まから始まるのはないの？いや、ない、あるわけないよ。しょ、マリコとかはないです。マチコ。
マチコもないです。ミチコ。エミコ。ミチコも全然ねえじゃん。エミコ。エミコ4位。エミコ4位来ました。よし、4ポイント。ケイコ。ケイコ4位。ケイコは、え、ケイコ。間違えた。エミコが8位でケイコが4位。ああ、ケイコいるのね。アキコ。アキコが。和田は、和田じゃない。あ、ないわ。アキコねえか。俺わかんないわ、全然1位ない。1位、カズコ。あー、昭和の、昭和の前に子供の子ね。ペテン師しか浮かばないわ。カズコとかさ、細ぎ、カズコとかどなるやん。どなるやん、かわぎ、細ぎ、ここはどなる。で、木やろ、木やろ。絶対単発じゃん、女の子。短い、びっくりするくらい。絶対怖いの。カズコは怖いの。カズコは怖いで、じゃあこれで終わらせていただきます。はい、先生のカズキは怖いってことで。カズコや、カズコは怖いってことで。はい、はい、どうも今回ありがとうございました。